2020明治安田生命 J1 リーグ第30節セレッソ大阪対横浜 FC の一戦です。この両チームにとって残り5試合自らのアイデンティティを証明するそんな舞台になりそうです。セレッソのスタートとサブをご覧いただきます。ゴールキーパーキム・ジンヒョン、最終ライン松田、マテイ・ヨニチ、木本、丸橋、中盤片山、奥の藤田、清武、2トップ坂本とブルーノ・メンデスと予想しました。一方横浜 FC のスタートとサブです。ゴールキーパー6ターン、最終ラインマギーニョ、田代、小林勇気、袴田、そして中盤は瀬古、手塚、斉藤浩介、3トップ松浦、一味、斉藤浩樹と予想しています。木本、丸橋が裏に抜けて、なんか坂本を待っていますが、清武、清武、逆サイド片山だ。やはり清武の素晴らしいプレーということになりましたが、ね、よくファーサイドね、これも見えてましたよね、絶妙のボールを上げていきました。中松浦待っていますが戻します。一味からワンタッチ、シュートは打たない、ここでシュート、キム・ジンヒョンです。ワンツーで一味がシュートを打っていきました。袴田も183センチありますが、ニアに来た、こぼれ球、キム・ジンヒョン、すごいセーブをしました、キム・ジンヒョンです。袴田、そしてここで斉藤浩樹を使います。一味落ちて斉藤浩介運びます。中に松浦待っていますが、斉藤浩介オーバーラップ、斉藤浩樹、その斉藤浩樹は仕掛けて間を通して斉藤浩介、シュートだ。今もいい形でしたね。斉藤浩樹がね、あの前を向いて持てる状況からまあ、いいスペースに斉藤浩介が入ってきたような状況でしたね。はい、マギーニョが行く、一味が走り出す、サイドを変えていく、さあ斉藤浩介がやってきた、1対1、センターバックも出てきています。瀬古たつき、マギーニョー、マギーニョも長い距離を走ってスペースを侵入してきてトラップからシュートという形で、まあ、カウンターの狙いというのがはっきりしてますし、まあ、シュートまでというところが素晴らしかったですね。丸橋の左足ブロックしました。奥の戻して松田、低いボール坂本から木本、戻してヘッド、マテイ・ヨニッチ6ターン取りました。木本折り返しからヨニッチだったんですけどもね、はい、速いボールだったんでヨニッチも合わせるのは難しかったと思うんですけどもね、しっかりとこう枠いってましたね、今日はこのヘディングの折り返しというシーンが目立ちますね、うん、そうですね。清武のインスイング、ヘッド、ブルーの面です、クリアしまして、一味でしょうか、またゴール前の争いです。高さに関してはセレッソがね、やはりこう分があるようなところでゴールまで近づいてますけどね、はい、小林勇気左足でロングフィード、一味、ボールを奪ったセレッソです。清武、清武、左足のシュート、うん、ヘッド、一戦セレッソ先制です。少し変えてショートコーナーから片山のクロスから、まあ、インスイングでしたから、まあ、速いボールでしたし、まあ、ボールの目で少しこうコース変えるだけでね、ゴールまで飛ばすような、まあ、イメージあったと思いますし、こうイメージ通りのゴールだったんじゃないでしょうかね、はい、浮き玉、斉藤浩樹胸トラップから、キム・ジンヒョンキャッチ、いや今いいポジション取ってましたね。そうですね、まあ、センターバックの背後のところと、まあ、サイドバックの間に
ポジションねうまく取ってましたし、トラップが決まっていればっていうところでしたけどもね、はい、さらに斉藤光輝オフサイドではありません。2人で対応するセレッソ、手塚間で受けて安永のいいパスです。ゴールキーパーキムジンヒョン、そして袴田ですね。袴田もこう長い距離を走って、やっぱ安永がボール出た瞬間のランニングっていうのが、ね、非常に良かったですけどもね、瀬古達樹、松田とのマッチアップ、中に入れてきた、クリア木本、ここでホイッスルです。セレッソ大阪2試合連続の無失点ゲーム、2連勝を飾りました。大きな大きな勝ち点3をものにしています。一方横浜 FC、 いいゲームは見せたんですが、あと一歩及びませんでした。